ミリャツカ川は、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボとイストチのサラエボを流れる河川である。サラエボを象徴する川として知られ、サラエボの町自体そのものをすぐに想起させる川でもある。ミリャツカ川は、パリャンスカ・ミリャツカ川とモクラニスカ・ミリャツカ川の合流地点から始まる川で、合流河川のパリャンスカ・ミリャツカ川は、全長 13km の川で、源流は、パレから東へ 10km 行った、標高 1100m にあるベゴビナ近くのヤホリナ山の傾斜地である。モクラニスカ・ミリャツカ川は全長 21km の川で、源流はカディノセロ村近くのロマニアの山々の傾斜地にある大きな洞窟である。ミリャツカ川は全長 36km 足らずの小規模な河川で 5.7 立方メートル S の平均流量で、サラエボ市内を東西方向に流れていき、ボスナ川に流れ込む。流量が少ないため、変わった匂いや赤茶色の水であったりするが、サラエボ市民からは愛されているほか、肥沃な土壌を作る。1914年にオーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者、フランツ・フェルディナント大公夫妻が銃撃され、第一次世界大戦の契機の一つとなった現場であるラテン橋など、いくつかの著名な橋がミリャツカ川には架けられている。ウィキメディアコモンズにはミリャツカ川に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。